みんなカサゴの子供が鬼宿りの近くに隠れてるよ。どこかな？探してみてね。ちゃんと出てるところ。もう鬼宿りが出てきたよ。すっごいでっかい。僕の手より大きい。もっと近づけてみる。もう一番近くで見てみよう。おお。鬼宿り、出ておいで。出てこない。お茶のキャップをなくしたら多分同じぐらいだね。鳥が動き出した。足が見えるね。カメラを逆から見てみよう。カメラ移動。って言ったけど、お宮どかりのことをもう一回最後にすごい近くで見てみよう。何もなしにすれば限界まで出てくる。鬼宿りでちょっとこれで挟まれて、これなら痛くない。挟んでくれないね。意外と優しいみたい。でもみんなは優しいからって言って中に入れたらダメだよ。挟まれちゃうから。これは手じゃなくてトングだから平気だけど。中にいるね。近づけたらわかるよ。ほら、近くで見てみよう。みんな鬼宿り、取れた鬼宿りを全部集合させてみてよ。さっきのが一番でっかい、これだね。2番目、3番目、4番目だよ。出てくるまでみんな待ってよ。そんなこと言ってたらちっちゃい鬼宿りが脱獄をしてしまった。待って、海に逃げようとしてるね。あそこの3体は元気だ。ひゃーん。さて、この鬼宿りはこっちにワープさせました。ここにいるよみんな。これここだよ、ここだよ。これがみんなさっき顔を近くで見たでっかい鬼宿りだよ。この3体はまだ見てない。すっごい大きい小人ガニがいるね。これは多分今まででもトップクラスに大きいと思うよ。小人ガニは痛いけど、イシガニとかイソガニよりは痛くないよ。イソガニに挟まれたら血出るから気をつけてね。イシガニは
もう手に穴開いちゃうからすっごく気をつけて。カニが取れたらコメントしてね。何カニでもいいよ。見ただけでもコメントしてね。シーパラとか行ったら3月とかにはタカアシガニがいるから、それも